皆さんこんにちは。今回紹介するのは SH フィギュアーツウルトラマン銀河です、えー。発売日はですね、2019年10月19日で、えー、定価は6050円となります。ちょっとね、本当はね、手元に えー、比較して紹介したかったんですけれど、ちょっと今ね、あのー、探してみて <laughs>、ウルトラクトの銀河が部屋になかったんで、多分ちょっと実家に送っちゃったのかもしれないんですけれど、あのー、当時、2014年に発売されたウルトラクトの銀河っていうのは、まぁ、あ、ちょっとレビュー動画出してるんで、もしよかったらそっちに見てもらえればと思うんですが、あんまりね、顔が似てなかったり、肩がね、ポロって取れちゃったりとか、あと銀河クロスシュートがね、決まんないんですよ。っていうちょっと不満点があったんですけれど、ちょっと今回のね、えー、最近の ウルトラマン系フィギュアーズのですね、LSS 監修の造形とか、えー、稼働とかですよね。えー、の、すごく、まあ、5年で進化したウルトラフィギュアっていうのを、ちょっとね、どんな感じなのかと、開けていって、レビューしていきたいと思います。で、パッケージから出してみたんですが、今回の銀河の方はですね、銀河本体と、えー、銀河クロスシュート用のエフェクトと、銀河スパークランスの、 エフェクトですね。それと交換用カラータイマーと交換用手首が付属しています。ウルトラアクト版だと銀河セイバーが付属していたんですが、今回はそれはちょっと入ってないですね。まあ、代わりにこの銀河スパークが槍の形に変形した銀河スパークナンスが入ってます。まずは本体の方なんですが、まあ、LSS 監修ということで、あのー、まあ、なんて言ったらいいんですかね。 うーんかなり人間的な体型になってますよね。なんつったらいいんだろうマ,マッチョなんだけど、ウルトラクトのマッチョとはちょっと違うんですよね。背面もね、えー、かなりね、銀河って、あの、ラインが複雑なんですよね。それもよくね、えー、塗り分けられてると思います。あとはね、一番大事な顔なんですけれど、顔はね、かなり、ウルトラクト版の銀河よりはね、ウルトラクト版の銀河はね、なんかちょっと膨れた感じだったんですけれど、うーん、こっちの銀河の方はかなりイケメンになってますね。 次にちょっと可動を見ていきたいんですけれど、まずはやっぱりね、こう銀河クロスシュートが結構綺麗に決まるんですよ。これはね、前回のウルトラアクトとの一番の違いだと思いますね。こうくっつくんですよね、ちゃんと。銀河クロスシュートがね、すごい綺麗に決まるんですよ。ちゃんとこう右肘に左腕をくっつけることができるんですよね。肩のアーマーはね、こういう形で装着されてるんですけれど、まあこうやって動かすことができますね。肩アーマーはちょっとこうやって動かすことができますね。 それから腕をこうグイーッと上げてみたりとか前屈はこれぐらいいきますね後ろの方はこれぐらいいくかなあとは足をこれぐらい開脚させてあげるのと前方向はこれぐらい後ろ方向はまあこれぐらい動かすことができますねいじってて一箇所すごい 違和感がある部分があって、あの、なんか銀のラインがね、首の銀のラインがちょっと少し大きいような気が、もうちょっと赤のラインの方が、あの、多くてもいいような気がするんですけれど、ちょっとその辺は皆さんどうでしょうかね。僕はちょっとね、ここがなんか他のウルトラマン銀河のフィギュアとは少し違うなって思った部分なんですが、まあ、ちょっと皆さんはどういう意見なのか、もしお聞かせいただければと、 思います。銀河クロスシュートのエフェクトを装着させると、まあ、こんな形になりますね。エフェクトはね、結構ね、昔のウルトラアクトみたいですよね。ちょっとギザギザになっていて。そしてこれが銀河スパークランスですね。えー、ウルトラマン銀河の、まあ、銀河スパークが変形した武器なんですが、えー、常時発光した状態のものがですね、付属しています。まあ、こんな感じで、えー、銀河に持たせてあげることができますね。両手で持たせることができます。やっぱ長物なんでこういうの こういうの持たせるとすごい生えますね。ということでですね、まあ、ちょっと大雑把な感じだったんですが、フィギュアーツのウルトラマン銀河のね、簡単なレビューでした。まあ、僕の買った感想としては、もう全然前のウルトラワクトの銀河よりはもう満足してますね。まあ、ただ、これ6000円で買うのはちょっと高いかなと思う部分もあるんですけど、まあ、ビクトリーとかロッソとかブルとかが結構値下げした感じで買えるんで、この銀河ももうちょっとしたらもうちょっと落ち着いて、 価格で買えるのかなっていう気がするんでまあもうちょっと待ってみるのも手なのかなとは少し思いますね <laughs> あとはですねまあフィギュアツじゃないんですけれど最近実はウルトラマン関係で少し面白いおもちゃをですね、えー、購入しましたのでまあもちろんそちらの方も近いうちに紹介できたらなと思いますのでちょっとね最近ちょっと仕事がすごい忙しくて今日も普通に8時ぐらいまで仕事した後から動画撮ってるんで本当にそこだけ お許しください。はい。ということで、フィギュアーツ、ウルトラマン銀河の簡単な紹介でした。